浮気をバレないようにするゲーム実況プレイ始めていきたいと思います。面白そうなゲームですね。やっていきましょう。遅くなったし、さすがにバレっかな。何なんだろうね。浮気してんのかな、もうすでにこの人は。そろそろ切れるか。便利だから手放したくないが。ま、いつも通り謝り倒せばいいか。最悪だな、こいつは。ちょろいちょろい。で、女の子って、意外と、こういうの気づいてるみたいなとこあるよね、絶対。おい、今日か、あげてくれ。む、どちら様ですか？俺だよ、俺。連絡見ただろ。はいはい、とにかく上がって。あ、これバレてんのかな、やんわり。かわいい。いや、わりわり、先輩だから断れなくて。それは聞いたんだけど、こんなに遅いのは聞いてない。抜け出すタイミングがなかったんだよ。でもあるよね。盛り上がりすぎて抜けられない場合と、ちょっと雰囲気が悪すぎて抜けられない場合、どっちも抜けづらいもんね。もう夜ご飯食べに来るって言うから待ってたのに。ごめん、本当にごめん。このパターン何十回目かな。ご飯も全部冷めちゃったし、私はお腹すくし。同棲のことちゃんと相談しようって言ってたのに。まだ同棲はしてない状態なのか、付き合っている状態なのかな。それはまた今度な。またそうやって。引っ越し資金だって貸したお金もううやむやだしか。む、機嫌直せって。今度好きなとこ付き合うよ。わー、こいつあれなんか、同棲資金って二人で貯めたお金使い込んだってことか。すぐそれってあれ？電話じゃない？ずっと鳴ってる。げ、すぐには連絡すんなっつったのに。先輩じゃね？まだ飲み足りねえとか言ってたし。出ないの？戻ってこいとか言われたら断るのめんどくせえし。先輩とは限らないじゃん。確かにね。タイミング的にそうだろ。別の大事な用かもよ。確認だけでもしたら？うわ、何この怖い。バトルするじゃん、これ。セーブしとこ。バトルする BGM じゃん。BGM のチョイスおかしすぎるだろ。で、一旦確認していいかな。確認しよう。誰？この名前知らない。あ、もうすぐ殺されんの、これ。おい。覗き込むなってプライバシー。え？ねえ、誰？女の子だよね。なんか相談あるっつって先輩の彼女が。先輩に確認するよ。彼女持ちに色目使う女っているんですかって。怖、目が怖い。いや、その、私、浮気だけは許さないって言ったよね。あ、目がもう狂ってんじゃん。顔が壊れてるわ。ごめん。わ、殺された？これ。なんだこれ、かわいい展開かよ。わー、強化許してー。なにこれ。数週間後。え、どういうこと？ちょっと緊張するな。まあ、大丈夫っしょ。服装に乱れはないな。よし。あ、結婚すんの？あ、違う。あ、はーい、今開ける。ふふ、どうぞ。どういう状況なんだろう。ああ、涼しい。全然別人みたいになってんじゃん。外まだ暑かったでしょ。飲み物冷えてるよ。え、マジ？助かる。お仕事お疲れ様だもんね。お茶？コーヒー？コーヒーがいいな。オッケー。なんか幸せそうじゃん。ん？どうしたの？なんか匂いする。え、匂い？ここから？わ。どうしたどうした？ふんふん。ちょっとくすぐったいかな。下品な香水の匂いだ。そんなんわかんのか。香水に下品とか上品とかあるんですか。え、なにこれ。どこで匂いついたの。キャバクラとか行ったってことなのかな。電車で自分のなわけないもんな。自分のなわけないもんな。電車でついたってのが普通だろうな。でも自分のって嘘ついとくか、よくわかんねえけど。いや、電車でって言っとくか。なんで毎回バトルすんだよ、これ。電車でついたんじゃないかな。結構混んでたし。違う。あ、わかるの？わかっちゃうの？え？満員だって襟元には匂い映らないよ。怖えんだよ、さっきから。でも他に覚えがないし。
私、浮気だけは許さないって言ったよね。また顔が超怖いじゃん。何？これ、どの選択肢選んでもこうなるってこと？エンディング3つあるみたいなんですけどね。あ、ああ。また殴られんのかよ。可愛いかよ、ただ。ただ可愛いじゃん。イチャイチャしてるだけのやつじゃん。グフ。楽しい。数日後。こういうのって変かな？でももうついちゃったしな。花束でも持ってきたんか？上がって上がって。なんか飲む？疲れたでしょ？いい女の子な感じだね、めちゃくちゃ、京香ちゃん。あー、うん、でもその前にこれ。え、花束、綺麗だけど、やっぱりか、素敵じゃん。そういうことやる人って素敵な気するけどな。どうしたの、急に。それは、感謝、愛情。なんか全部左やったら、間違えってことになるのかな。ちょっと全部左やってみるか、今回。その、感謝の気持ち。え、こういうの初めてだから照れるけど。私だってもらうの初めてだから、あれ、いい選択肢選んじゃったか、これ。そっか。ありがとう。サクセスって書いてあるわ。なんだ、これがいい選択肢の方ってこと？難しい。数日後。好みとかよくわかんないけど、ありだよな。よし。はーい、上がって。どうしたの？緊張した顔しちゃって。そうかな？ふふ、変なの。指輪かと思ったわ。お菓子買っただけかよ。あ、これコンビニ寄ったからお菓子買ったよ。普通だろ、お菓子とかなんか買ってくのは、誰かんち行くとき。ほんと？嬉しい。何かな？甘いものしょっぱいもの。女の子は甘いもの好きっていう相場があるからな。甘いものだよ。スイーツの新作だ。それ CM で気になってたから一緒に食べ。私甘いの苦手なのに。うわぁ、こういうパターンの人たまにいるもんな。深刻だ、雰囲気が。え？誰と、どの甘いもの好きな女と間違えたの？怖いわ。ちょっと待って、別にそういうことじゃ。浮気だ。かわいい。これで浮気って思って、ちょっとかわいいけどね。え？私浮気だけは許さないって言ったよね。目怖えんだよな。そんなぁ。え、どういうこと？何をやられたの、これ。え、どういうこと？何を切り取られたの、俺、今。わかんなかったよ、何も。数日後。いらっしゃい。もう何も言わねえじゃん、主人公。怖すぎて。お風呂にする？ご飯にする？それとも。ここでご飯パって言いたいけどな。ご飯パって言いたいけどな。まあ、でも、京香ちゃんって言っとくか。きゃあ、もうお風呂の後、何やってんだよ。楽しそう。なんだこれ。数週間後、ついに分かったぞ。これが正解だろ。あ、ついに分かったか。はーい、どうぞ。何を分かったんだろう。いらっしゃい。今日か。ん？何突然。お前。この男に見覚えないか。なんだこれ。こいつが浮気してるってこと？京香ちゃんが逆に浮気してるってこと？え？俺の友達なんだけど行方不明なんだ。え？どういうこと？そうなの？よく見せて。え、どういう展開これ？知らない人だよ。そっか。そいつ恋活アプリでいい人を見つけたって言ってて。その京香って人に会いに行くっていなくなってさ。だから片っ端から京香さんに会って聞いてるんだ。え？大変。心配だね。うん。警察には相談したの？いや、結構フラッと旅に出るやつだからさ。じゃあ旅に出てんじゃないの？俺以外は誰も心配してないんだよ。わ、すごいな。そう。でも、あなたは何か嫌な予感したんだ。この女の子やっぱいい女の子だな。そうなんだ。今だって胸騒ぎがすごくて。震えちゃってる。顔も真っ青だよ。あれ？なんでだろう？汗も止まらない。大丈夫？昔から変な霊感あってたまにこうなるんだけれど。え、京香ちゃん死んでるってこと？わかったかも。このマンションなんか独特の匂いする。特に奥の部屋。え、京香ちゃん殺してるってこと？それに台所かな？あっちから黒いもやみたいな。ははーん。私の詮索するのって自分のことごまかすためだよね。わ、私をコントロールしてるんだ。え、何言って。
それで煙に巻いてなかったことにしようと。だんだんごまかし方が凝ってくるな。え？浮気は許さない。あ、怖っ。え、殺される？ついに。鋭い人には分かっちゃうのかな。いい匂いだから完全には消したくないんだけれど。わ、殺してんの？やっぱり。え？でもこれであなたも浮気できないね。死んじゃったってこと？俺。え？エンド C、血の匂い。え？あんなふわふわしたゲームだったのに急に？怖っ。まあ、エンディングあと2つあるみたいなんで、多分めちゃくちゃいい選択肢をずっと選び続けるか、めちゃくちゃ悪い選択肢をめちゃくちゃ選び続けるとか、そういう感じだよね。まあ、とりあえずこの辺飛ばして、スキップ押すか。押してみよう。とりあえず今回は、悪い選択肢をずっと取っていきます。まあ、なんで、見た選択肢が多いと思うんで、ダイジェストにします。ダイジェストにできるかな、俺。ああ。で、これ、もう、これだもんね。覗き込むパターンで。浮気だよねって言われるパターンだよ。一箇所ぐらいなんだよな、多分俺が。間違えて、いい選、あ、二箇所か。いい選択肢選んじゃったの二箇所ぐらいだからな。ってことは、毎日こいつは浮気してたってことなんだね。毎日浮気してたからお菓子買ったり、なんか、花束持ってきたりしてんだ。で、電車でで殴られて、また。こわ。かわいい。もうギャップがすげえんだよ。こんな感じなのに人殺してるってやばすぎるだろ。これ花束感謝ってやったらなんかハッピーな感じになったから愛情ってやってみよう。その愛情表現。え？急におかしくない？不自然すぎる。確かに急にではあるけど。でも急にやりたいよね、こういうことって。おかしい、怪しい、何かやましいことがあるんだ。浮気だ。もう全部浮気じゃん、すぐ。え？私浮気だけ許さないって言ったよね。怖いんだけど。ちょっと、ま、なになに、花束めちゃくちゃ刺されてんじゃん。どこに刺されてんの、この花束。怖いんだけど。ひぃー。ブシャーってなんやねん、もう。で、お菓子のくだりね。甘いものが失敗だったよな、確か。甘いものでまたやられよ。いや、だからこれ何されてんの？何を切り落とされてんの、これ。もうこの間で俺って殺されてたのかな、本当は。これご飯にしてみよう。これご飯って言いたいもん、普通に。私にはもう興味ないの。もうって何？浮気してるでしょ。怖いんだけど。うわ、めっちゃ殺されてんじゃん。だって血出してるもん。もう、ボキって言ってるし、背骨折れたら終わりだろ。ついに分かったぞ。あー、そっか。これでエンディング変わんのかな、もしかしたら。お前、この男に見覚えないか？え、変わんねえの？これは俺の友達。アプリで知り合った京香って女に会うって、それっきり行方不明だ。そう。見たことあるようなないような。とぼけるな。キャッ。俺はずっと見張って何人もの男がここに来るのを見た。あ、そうなんだ。逆に京香ちゃんの方がってことなんだ。そして誰一人出てこなかった。ストーカーじゃん、怖っ。ふざけてるのか。怖いなぁ、睨まないでよ。で、私をどうしたいの？10分経って俺が戻らなければ仲間はここに来る。ああ、刑事じゃん、もう。そしたら騒ぎを起こして警察に来てもらうさ。へえ、ちゃんと考えてるんだ。何かしら証拠があるはず。もう逃げられないぞ。そうだといいね。なんだと？おい、何して？キャーうわぁ、すげえ賢いな。10分経ったぞ、本当にここにって。え、助けてください。急に襲われて。襲ってねえんだけどな。な、おい、これはどういうことだよ。お前こんな可愛い子になんてこと。違う、お前ら後ろ。あ、殺されんの、これ全員。あ、もうダメだよ、ここは二人だけの部屋なんだから。え、全員殺したの？一瞬で。お前プロじゃん。じゃああなたもお仕置き。火どころじゃねえだろ。え？ああ、玄関とは、家、汚しすぎ。急にこんなに大勢で押しかけちゃってさ、もう血がついてます。彼に浮気してるんじゃないかって疑われちゃうじゃん。彼って誰？本当の彼がいんの？他に。誤解されたらやだな。また綺麗にしなくちゃ。
部屋狭くなってきたし、これを機に引っ越しもありかも。部屋狭くなってきたってどういうこと？どんどん死体が入ってるってこと？彼も同じ景色じゃ飽きちゃうよね。そうしよう。怖いんだけど。ずっと怖いわ。どこへ行っても浮気は許さないんだから。え、怖え怖え怖え。いやもう怖、急にエンド B、 別の場所へ。何このゲーム、緩急がすごいわ。浮気をバレないようにするゲームってこんなポップな感じなのに。じゃあ今回は全部いい選択肢を選んでいきましょう。確認しない、やっぱいいよ、今お前と一緒なんだし。じゃあスマホ貸して。え、預かっておくよ、私の方が大事なんでしょ。それはそれとして、ほらそれとこれとはさ、あ、女の子の名前だったね。私、あ、なに、どっちの選択肢選んでもダメなの最初は。ごめん。いや、スマホで殴るんかい。わぁ、強化許して。かわいいかよ。え、どっちの選択肢もダメなパターンあったんかよ。怖えわ。で、次は自分のって言ってみよう。電車でって言ってたらなんか浮気と疑われたから自分のです。ああ、俺が自分でつけてるやつだ。香水つける人だっけ？なんか景品の余りもらってさ、せっかくだからつけたんだけど、変な匂いならもうやめるよ。わあ、うまい切り返し。ほら、これちっちゃい試供品みたいなの。あ、ほんとだ。あ、ほんとだったんだ。おしゃれしようとして失敗したな。かっこいいじゃん、お前なんか。そんな、ごめんね、私が変なこと言って。いいって言って。でも私相手におしゃれしようなんて、ふふ。サクセス。ありがとう。なんだこれ。なんだこれ。じゃあ次は愛情がダメなんだよね。で、感謝してみよう。これ見たから飛ばそうかな。で、次、しょっぱいもの初めて選んでみよう。ポテチ、しかも好きな味だ。あ、ポテトチップス好きなタイプね。よかった、何が好きか分かんなかったからさ。そうだよね、私たち気が合うかも。えへへ。サクセス。これあれなんだ。正解の絵はもうこれ固定なんだ。ありがとう。しかもありがとうしか言われねえわ。で、次なんだっけ。あ、これ強化にしとくか。で、これもサクセスで終わりだもんね。はいや。あ、これで最後だ。この男に見覚えないか。え？これはお前の交際相手だった男に間違いないな。そうなの？あなた刑事さん？そうだ。あ、やっぱ刑事だったんだ。まずは任意で話を聞きたい。警察の人が出会いアプリ使うのなしでしょう。重要参考人のお前の行方が分からずかなり探した。彼、友達とかに私のこと紹介してくれなかったからね。名前くらいしか知らないでしょ。その名前の女がアプリを利用して次々と行方不明者と似た男に声をかけていると掴んだ。わ、一途だな、けなげ。プロフで下げるの苦手なんだよね。嘘つけないっていうか素直だからさ。ここ数週間で複数の証言も得られた。まだ付き合ってもいないのに浮気をしていないか探られたと聞いた。だって浮気は許さないから、まだ余罪があるかなって。彼らとお前の交際相手は無関係だろ。そうだっけ？そうかもしれない。彼がもう喋ってくれないから代理？みたいな。でもそっか、もう彼との同棲も終わりか。うわ、そういうことか。同棲ってそういうこと？同棲ってそういうことな？それって同棲なの？ちょっと、まあそっか、同棲？奥の部屋にいるよ。頭だけは冷蔵庫だけど、怖いよ。綺麗なまんまってわけにはいかないんだね。どうしてそんな。私浮気だけは許せなくて。他のことは何でも許しちゃう。でも浮気はダメ。許せない。だからおとなしくしてもらっただけ。怖っ。おかげで無口になっちゃったから代理を探すことにしたの。わ、そういうことか。だから他のなんかアプリとかで他の男をいっぱい連れ込んでたってことなのか。で、喋り相手だけが欲しかったってことか。彼の気持ちになったってことか。だから同棲の下りとかも、本当は同棲する気はないんだ、この女の子も。だってもう同棲してるから。でも世の中って意外に浮気する男いないんだね。ちょっと残念。言う必要はないことだが。なに？お説教？お前を探してる時に証言者から相談もあった。自分が会った強化という女性は深刻な悩みを抱えてそうだと。ふーん。
アプリ内でやり取りをして一度しか会えなかった。花束を渡したらとても喜んでくれたけど悲しそうな目をしていたと。ほう。できれば力になってあげてほしいと頼まれた。いいやついるんだな、世の中に。あの時の。就活悩んでるっていうか、ちょっと相談乗っただけなの。お人よしだな。何このいい話風になってんな。すごい感謝してくれてさ。そういえば誰かにお礼とか言われてないなって。別に花束とかいいから、一言くれたら嬉しいのにね。ね。そしたら私もこんな風になってなかったかも。わあ、泣いてんの？なんてね、手遅れだった。そうだな、もう手遅れだな、さすがに。頭冷蔵庫に入れるようなやつはダメだろ、もう。ねえ、もしできたらその人に伝えてくれないかな？私が頭おかしい女だったってのはなるべく伏せといてさ。泣いてるわ、ありがとうって。エンド A、ありがとう。よかった、終わった。なんだこれ、ふわふわする、もやもやするな、このゲーム。なんか。まあでも、おもろかった、おもろかったはおもろかったね。浮気をバレないようにするゲームって、こういうポップな感じで書いてあるけど、全然ちょっと、闇が深いゲームでしたね。というわけで、多分エンディング3つなんで、全部回収できたかな。まあ多分、回収したっていうことですね。よければ高評価、チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。それではまた次回。